Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School, soy Richie. Las frases y palabras útiles de hoy son 何々が嫌いなどの表現です。嫌いなこととかはできればしっかり伝えるべきですよね。ただ何々が嫌いだとさすがにストレートすぎるっていうのもあると思います。でも今回はこれをオブラートに包んで極力相手を傷つけないで伝える方法も伝授していきますし、フレーズ同士で規則があるので簡単に覚えられるはずです。でこの動画の記事の方ではさらに細かく説明しているので、そちらも必見です。ということで早速始めていきましょう。ではまず今回のメインにあたる嫌いなどの表現から見ていきます。ちなみに今回は何々が好きの動画とフレーズが近いので、ここを覚えたらそっちのも簡単に覚えられるはずです。では先ほど言ったようにフレーズ同士で規則があって、この項目のは全てのめから始まって、これに動詞にあたるフレーズを追加していくだけです。でこののめの箇所は私はや私が何々ではないという意味になります。では長くなる前に一番使われるフレーズを見ていきましょう。それがこれでのめゴスタ、のめゴスタで、メグスタの歌詞は何々が好きの動画でも紹介したんですが、これで好きって意味なんですね。でも、ノーで否定することによって、これの意味は好きではないになります。あ、ちなみにこれは物だけではなく、一応人のことも言えます。ただ、この訳の感覚の話なんですが、正直今の形は直訳寄りで、実際一番近いニュアンスで言うと、嫌いに当たります。要はそれくらい、これはストレートな表現なんですね。なので、もちろんこのまま使えますが、今回はこれと次のフレーズも同じ方法で、もう少し優しくできます。その方法がここではすごくと訳せるムチョって単語を付け足すとできて、ただそれだとすごく嫌いって意味になりそうですが、そっちではなく直訳の方に付け足すとすごく好きではない、結果あんまり好きではないって意味になるんです。最初違和感がありますが、否定しながらすごくというとあんまりになるわけです。なのでこれで使うのをおすすめします。でもじゃあ今度はあえて逆に言ってみましょう。要は元のをさらに否定的にした場合というのもできて、全くにあたるパラナダを足す形になります。でこれも直訳に付け足すので全く好きではないになります。だいぶ否定的ですが、これはこれで使えますよね。ではこのルールがまた使える次のフレーズに行きましょう。ただこれは少しネガティブになっちゃうので、軽く紹介してドラマや映画で理解できるように覚えてみてください。でその次のものめから始まりますが、付け足すのはこれで完成しました。それでのめあたらえ、のめあたらえで、目当たらえの箇所も別の動画で紹介しましたが、魅力的に感じるや気になっているって意味になるものですね。ただ、否定することによって結果、魅力的に感じないや気になってないの意味になります。なので、これは人のことを指しているわけですね。で、このフレーズが使える場面を想像すると、誰かの話になって、いや、別に気になってないけど、のような返事がこれでできるわけですね。なので、使える場面はそこまで広くないですが、もちろん、これに無調を付け足すとあんまり気になっていない。あとは、パラナダで全く気になってない、などになってさらにバリエーションもつけられます。ではでは次の項目に行きましょう。今度は他のネイティブな表現を見ていきます。ただまあ一つのフレーズになりますが、実際すごくネイティブっぽいものです。でここは先ほどのベースののを取っちゃって、私はの意味であるめから始まりますが、早速紹介するフレーズを表示するとこれでめかえまる、めかえまる。で、これは愚痴に近いですが、誰々とは気が合わないって意味なんです。あと、すごく自然な表現なんですが、それもあって逆に全て細かく説明すると余計難しく感じてしまいます。ただ、軽く言うべきことが、最後の単語、まるって実は悪いって意味なんですが、ここを良いって意味のビエンで、めかえびえんにすると、誰々とは気が合うにすることもできます。ただ、これは何々が好きの動画でさらに詳しく説明してますので、ここでは元の形にある単語を付け足してポジティブな表現にしていきましょう。それがシンプルに前の項目のように最初にのを付け足すだけです。こうすれば、意味は一見逆なだけですが、誰々とは気が合わなくないになって、この訳だと少し違和感があると思いますが、違うので言うと、まあ、割といい人かなの感じでもあって、少し特殊ですが、気が合うというのが恥ずかしい場合は、こんな表現もできるんですね。これは感覚をつかむのが難しいと思いますが、聞いた時に理解できるようにも知っておいてください。では、最後に、今回のフレーズを振り返っていきましょう。では、まずは、嫌いなどの意味になるフレーズからで、ここでは、のめから始まって、プラス動詞をつけます。では、一つ目のがこれで、のめごした。直訳だと、好きではないという意味ですが、嫌いというニュアンスで使われるものです。ちなみにこれは、物でも、人に対してでも使えます。では、次行くと、誰々が魅力的に感じない、いや、気になっていないの意味になるフレーズで、ネガティブめですが、これで、のめあたらえ、
で、これは基本的に人に使うものになりますね。で、さらにこの2つにはすごくなんだけど、この場合あんまりとして使えるムチョや全くであるパラナダを付け足してさらにバリエーションをつけることもできます。そして最後に他のネイティブな表現を紹介しました。で、まずメインとなる少しネガティブな表現からね、誰々とは気が合わないの意味になるものがメカエマル。ただこれを逆の意味で誰々とは気が合わなくないにするにはのが最初に来てのメカエマル、これは訳が特殊ですが、言葉を変えると誰々は割といい人かなのようなフレーズにもなるんですね。で、当然ですがどちらも人に使うものになります。ぜひこれらも覚えてみてください。ではまとめもここまでです。今回は少し特殊な意味のフレーズもあったと思いますが、これらをマスターするとネイティブっぽく聞こえるというのもありますし、ダイレクトすぎないので覚えておいた方がいいものにもなりますね。では以上です。良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。それとこの下のリンクから今回のテーマを詳しく見れるので、もっと知りたいと思う方にはおすすめです。ではまた、アスタルー。